ご覧いただいたのは2本目でした。 9.20 1回目、2回目 9.30 で平均得点は 9.25。 さあ篠田です。段違い平行棒、現在トップの篠田美穂選手です。この選手の十勝を飛び込みも大きいですよ。さあここからです。決まった。今度はどういう離れ技を見せてくれますか。家が中安定してますね。やはりスピーディーですね、はい、さあ折り技は屈伸の2回宙返り折りでした。そうですね、この篠田選手のいいところはもう技の大きさ、それとシャープなこなしですね。この辺が篠田選手の特徴です。最初の種目の跳馬は 9.625 という非常に高得点。昨日の規定の4種目のうち2種目までがトップに、残りの2種目が2位でした。ですね。さあどの辺がいいか増田さん指摘してください。この高さですね。高さね。完全に空中に浮かんで、それでしばらく時間があって、はい、それから懸垂に入ってますね。この後家が、はい、ここからですね。始まる、これですね、はい、これも高さありますね。スケールが大きいですね。大きいです。三鷹山中の3年生になりました。この車輪もなかなかいいですよ。屈伸の甲を抱え込み2回宙返りですね。やはり世界選手権いい